私が作りましたのは、ドッキリカメラという、会話でございまして、まあ、このようにですね、まあ、今映ってるのはちょっと賑やかな様子ですが、なんか昔の昭和の、ドッキリ番組における編集のような動画をいっぱい撮れると滑やかに動いてるようにちょっと音楽が、本来ならば有名なドッキリの音楽にしたかったところなんですけれども、ちょっと著作権が怪しいので、ちょっと著作権がフリーだったクラシックの曲で、差し替えています。このように音の出る回路の部分 と、画面に表示する回路の部分 と、画面を録画する回路を、並列に動かすことによって、このような動画を撮ることを可能にしています。また、このカメラに送られてくる、輝度の情報だけを使うことによってこのモノクロの画面を、再現することも、しています。あとですね、最初に映った画面のようにドッキリカメラ録画中という画面で、録画された、動画が、その後このように再生されます。では、以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。キャプチャー画像のポスタリゼーションをしました大曽根ひろきです。まずブロック図でキャプチャー回路を使用してカメラから画像を取り込んで画面に表示させています。でやった処理としてはポスタリゼーションといって画素ごとに階調表示ということで、こういうふうなポスター風の画像になります。処理としては画素値を0から64の時は0、65から127の時は85、127から191の時は170、それ以外は255というふうに変換しています。で FPGA なので一応リアルタイムで処理ができます。以上です。ハードウェアコースの和田智子です。コンピューターの構成と設計という本に書かれている、CPU を実際に FPGA 上で実装しました。コンピューターの構成と設計という本は CPU の設計についてだけ書かれているので、私はそれを実際に、FPGA で動く回路にして、動かしてみました。で機械語の他に、アセンブリから機械語に変換するプログラムを書いて、SD カード内のテキストファイルにアセンブリでプログラムを書くと、機械語に変換して CPU で実行されるというのも、実現しました。例えば加算命令だと命令をフェッチしてレコードして演算して書き戻しという操作が CPU の回路上で行われます。ロード命令や分岐命令も、この図のように行われます。回路図はこういう感じです。プログラムカウンターや命令メモリやデータメモリ、デコーダー、デジスター、ALU、制御ユニットなどがあります。これは、先ほどの本で紹介されていた構成です。その他にも結果の表示方法を、工夫しました。特定のメモリ領域に書かれているデータを色として、画面上の表示に反映させます。例えばこういう画面を表示させることができます。四角一つ一つがメモリの、域領域に値します。例えば、アドレスが 0x4280 に書かれているデータは画面の左上の四角の色に反映されます。実際のプログラムはこのようにアセンブリで書けます。プログラムを書いて SD カード上にファイルとして保存すると FPGA がそれを読んで、機械語に変換してから実行します。
ではこの描画例を実際に、描画してみます。このように、プログラムが実行されてメモリにデータが書き込まれて、そのデータをもとに画面を描画することができました。その他にも値を変えるとこのような画像を表示させることもできます。これで発表を終わります。絵画風フィルターを制作しました。内容です、キャプチャ回路を用いて、ウェブカメラからの映像を処理します。得られた画像に対してフィルター処理を行って、絵画風に、このような絵画風にします。絵画風に加工した画像を表示回路を用いてディスプレイに表示するというような機能になっております。回路構成です。カメラからの信号をキャプチャ回路を用いて信号を処理して、それを VRAM に書き込みます。で、それを CPU を用いて処理して、で、それらを表示回路からディスプレイに表示する、出力するというような仕組みになっています。行っているフィルター処理ですが、まず原色、色の階調数を減らしています。各 RGB256 階調なんですが、それを32階調に変換しています。ただヒストグラムを取得しています。ピクセルの周囲の、ある着目している、ピクセルの周囲のピクセルの色情報を取得してヒストグラムを作ります。で、それらから色の出現の頻度を見て、最大の頻度のものを、そのピクセルの RGB 値として、設定します。その結果このような感じの、フィルターになるということになっています。以上です。素因数分解をするゲームを作りました。このように数字の玉が出てくるので、この玉が素数だったら右クリックで、素数じゃなかったら左クリックで割って潰していきます。素数を潰すと得点になって、得点が高いほどいいです。間違えると減点されます。では実際にやってみます。回路でこの玉の画像とかを転送して最後に表示回路で出力しています。ゲーム自体は C++ のプログラムが CPU の上で動いています。じゃあ FPGA を用いた並列迷路探索と題しまして、情報メディア創生学院3年鈴木が発表させていただきます。まずはじめに迷路探索の手法について軽く触れさせていただきます。迷路はグラフの一種として見なすことができるので、深さ優先探索や幅優先探索などといったグラフの探索アルゴリズムを適用することができます。ここでは、幅優先探索について触れさせていただきます。幅優先探索とは、支点となるノードから隣接するノードを探索していって、それをどんどん繰り返していくような探索方法です。例えばこの画像の例は、ここから見てこのように探索が進んでいきます。この考え方はそのまま迷路にも適用することができて、青いところをスタートしますと、ここから隣接するところを探索していき、分かれ道をそれぞれこのように探索していくように進んでいきます。この方法では、必ず最短経路が求まるという特徴と、あと分かれ道が出たときに、この例ではまずこっちに行ってこっちに行ってっていうことをやってるので、厳密には同時に分かれ道を探索するということはできないという特徴があります。そこで並列処理が可能な
回路でこの探索をすることを考えました。先ほどの方を回路で実装することにより、ここまでは先ほどと同じですが、この次にこことここを同時に探索することが可能となります。したがってこのように探索が進んでいきます。これを実際にどのように回路で実装するかという点につきまして、迷路の各マスにプロセッサを割り当てて、そのプロセッサに自身が壁かどうかという情報と、スタートからの距離を表す整数の値を持たせます。初期化として、最初に各プロセッサのスコアを最大値で初期化して、例外としてスタートのスコアは0で初期化します。するとこのような形になります。オレンジのところが壁で、青いところがスタートとなっているので、青いところだけスコアが0で、残りは、255ということで大きい値に設定してあります。実際にどのように探索するかといいますと、各プロセッサにこの処理を行わせます。自身が壁でなければ面接するプロセッサのスコアのうち最も小さいものに1を足した値で自身のスコアを更新する。どういうことかといいますと、例えばここのプロセッサは周りが全て最大値なので、それに1を足しても最大値ということで変わらないのですが、スタートに隣接しているこのプロセッサは周りに0があるので、次のクロックでその0に1を足した1という値に更新されます。例として今回はここをゴールとして考えると、まず最初のクロックでこのプロセッサの値が1になり、その隣が2になりといった感じで値がどんどん連覇していきます。そしてゴールの値が変わったら探索終了ということで、値の小さい方に進んでいくと最短経路を得ることができます。ということでデモに移らせていただきます。こちらの UI は描画回路などを使って実装しました。例として、19×13 の迷路で説明させていただきます。ここでは迷路は自動で作らせます。とりあえずここにスタートを設定して、ここにゴールを設定しています。先ほど説明した方法を CPU で動かすと、分かれ道が出てくるごとに探索の速度が遅くなっているのが分かるかと思います。こんな感じですね。これを回路で動かすことにより、分かれ道により遅くなるということがないので、 CPU よりも高速で探索を行うことができます。以上です。モザイクアートカメラと題しまして、パズヤコス107ケアと回答が発表します。この回路の概要としましては、カメラ画像をモザイク加工する回路を FPGA に実装して、そのモザイク化された画像を CPU 側で処理することで、カメラ画像をリアルタイムでモザイクアートにします。回路のブロック図です。まずカメラからの入力と、さらに CPU 側でモザイクのサイズを指定して、キャプチャ回路側でモザイク、カメラ画像をモザイク化します。それを VLAB に書き込んで、それを CPU 側で読み込んでモザイクアートの処理をして、表示回路側に渡し、それを映像出力しています。キャプチャ回路の詳細としましては、まずカメラ入力が YUV データで渡されるので、それを RGB 変換して、色の平均化を行い、それを VLAB に書き込みます。色の平均化は、指定されたサイズで、このように色の平均化を行うことで、モザイク化を実装しています。 CPU 側の処理では、キャプチャ回路からのデータを用いて、このような式を用いる。で、このように画像に色味をつけていきます。それを映像に当てはめることで、モザイクアートを実現しました。デモです。このような感じで、リアルタイムでモザイクアートを実現しています。このように画像を切り替えることもできます。以上です。テクニカを作りました。
まず簡単な解説。FPGA ボード上の CPU で Linux を動かして、でその Linux からこの FPGA 上に実装してある紙テープリーダーのコントローラーにアクセスして、でコントローラーから紙テープリーダーを動かしています。でこの Linux の方から描画回路にもつながっていて、この描画回路がここに画像を出すこと、役割を持っています。で、まあとりあえず動かして、でまあ、こんな感じでテープを巻き取りながら順番にテープに紙テープに書いてあるデータを読み出して、こっちのこれにそのデータを出力します。ではこの読み取りは、この黄色の枠の中にあるこの穴を検出して、で穴があればその周りのデータを読み取って、でそのデータを判定して読み出しをやっています。で載っている Linux の方の解説です。Linux にこの紙テープリーダーのドライバーとグラフィックドライバー、描画回路を扱うためのドライバーの2つを実装しました。でこのグラフィックドライバーを作るっていうのは、つまり描画回路も作って、描画回路を扱うためのプログラムも作って、だいたい GPU の自作ですね。でこの構成で何ができたかというと、 FPGA ボードで Linux を動かして、そこから紙テープリーダーとライターが扱える、まあ、この構成が大体昔のコンピューターの再現になっていると思います。に組み込んだ描画回路というか、描画回路のドライバーを動かすと、そうするとこの FPGA のボードだけで、この画面にコンソールの出力ができるようになりました。で、Linux が動いたので、USB のキーボードやマウスなんかも使えるようになりました。で、このコンソールと紙テープリーダーで夢が広がりますね。終わりです。はい、こんにちは。僕はアダムアール変換を用いた画素圧縮機を作りました、こちらが、まあ、そのデモになるんですけど、
はい、アダマール変換というものを使用しっていうそのアルゴリズムを使用して、このカメラからの入力の画像を圧縮して、でその圧縮した画像を表示するっていうものになってまして、今これが、普通の状態の、映像になってまして、これが今圧縮した、画像が出ています。まああえて今回は悪く、圧縮しているので結構粗い画像が出ているのが分かると思います。まあ、このアダマール変換っていうのは、まあそうですね、結構整数しか使わないっていうのとか足し算と引き算しか使わないっていう結構そういう性質から論理回路ので、構成するときに結構いいことが起こる、早いとか単純だとかすごくいいんですけど、まあ、そういうのを目指して回路を構成しようとしましたが、ちょっとギリギリまで間に合わなかったので C 言語で実装しました。なのでめっちゃ遅いです。これが今すごく遅くてこのタイミングで切り替わってますけど、まあ、回路で構成すると多分もう少し早くパパパッと切り替わってくれるかなと思います。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、佐藤大哲と申します。私は今回、FPGA を使って、まだこの世の中に存在しない商品の画像が見たいという、まあ、世間の欲求を応えられるような、まあ、システムをちょっと考えたのでそれを実装しました。でまずその背景の方を先に説明しますと、まあ、例えば今自分だけのグッズであったり、まあ、少数生産のグッズであったりそこまで大量のには作らないんだけれども、まあ、グッズを作りたいというのは多くの人が今抱いている要望です。実際ピクチューファクトリーといったサービスであったり、そういった少数の製品を作るというサービスはいろいろな企業が展開されています。そういったところで共通して浮かぶ問題が、じゃあ具体的にいざ商品を作ったら、どういうふうに出来上がるのか、そういったところがなかなかわからないというのが一つ問題でした。でそこについてはピクシューファクトリーさんはずっと 3DCG などを使って、CG でレンダリングをすることによってイメージ画像を作るというような方法で対処を行っていました。しかしその方法はやはり CG を使うという都合上どうしても重たくなってしまいます。できればもっと軽量に画像、そういった商品画像を作れないかと、例えばこういった模様でスマートフォンケースを作りたいと思ったらパッとスマートフォンのケースの画像が作れる、こういうふうなことができれば、まあ、最高ではないかということでこういったことができるような方法を考えました。具体的に、先ほど見せたこちらは実際にその方法で作った画像です。具体にどういうふうに生成しているかといいますと、コンピューターを使って、特定の処理を施した、素材の画像を使ってそれをもともとの背景にしたい、この柄の画像に、アルファブレンドを押してそれを表示するというふうにしています。アルファブレンドの回数は1回で、たった1回の合成だけでこういった画像を生成することができます。そして、一度の、加算合成、こちらのアルファブレンドだけで、こういった表面の質量、質感であったり光の当たり方、縫い目なども再現することができるようになっています。そしてこの1回の合成だけという1回の合成だけで完了するというところから処理が軽いということを示すために、実際にこちらで FPGA を使って全く同じアルゴリズムを実装したのがこちらになります。今アニメの映像を、映しているんですが、このアニメの映像を、FPGA でキャプチャーをして、そしてこういった形でリアルタイムに商品画像を合成して表示をしています。ご覧の通りほとんどタイムラグはなく、大変軽い処理なんだなということが分かるかと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございます。はい、情報メディア創生学類3年の、COJT ハードウェアコースの富永が始めますと、まあ、私が作ったのは現代アートフィルターと呼ばれるものですと。まあ、現代アートフィルターとは、まあ、現代のデジタルデバイスの良さを生かしたアートっぽい表現をするフィルターを作るということで、まあ、この以下の2つの量子化フィルターとグリッチフィルターを、FPGA に実装しました。でまずは、グリッチフィルターから、グリッチというのは、まあ、このように
見られる、まあ、デジタルノイズのようなもので、まあ、簡単なもので、R と G と B のレイヤーを、ランダムにずらして、まあ、ノイズのようなものを、人為的に作成しています。まあ、このような、表現は VGA や TikTok などで、まあ、用いられる、まあ、好んで使われる、まあ、フィルターであります。で、まあ、こちらにデモがあります。で、まあ、この処理なんですけども、通常ソフトウェアでやるとメモリからメモリへ、RGB の、画素を転送しなければならないのですが、まあ、そういった処理は、まあ、比較的、まあ、高負荷、まあ、なるべく先たい処理なので、まあ、それをハードウェアにしてしまおうということです。まあ、ハードウェアにすることによって、まあ、メモリから、出力までの間に、バッファーを、R と G と B 置いて、まあ、そこに、データを流し込んで任意のランダムなタイミングで入れることによって R と G と B のデータを、まあ、左右にずらすことができます。で、まあ、この回路構成なんですけど、まあ、比較的簡単で、まあ、カメラからメモリーにデータが行き、でメモリーから、そのままディスプレイに流す間にバッファーとフィルターが存在しています。でフィルターが R と G と B 独立して存在することによって、まあ、複数のフィルターがニュアンスによって切り替えることができるようになっています。でこれは、量子化フィルター、こちらですね。これは表示されているのは 2×2×2 の R と G と B が2色ずつの合計8色のフィルターになっています。まあ、原色フィルターとかポスタリゼーションとか言ったりします。まあ、こういうマウスのクリックによって色の階調を増やすことができます。これは 4×4×4 の、64の表示です。まあ、このようにいろんなフィルターがあって、でまあここにグリッチがあるんですが、まあ、こちらにも似たようなグリッチというものがあって、でこれは最初は本当は H.264 のデコーダーを作る予定で、まあ、デコーダー回路は組んだのですが、まあ、このようにブロック、まあ、H.264 特有のブロックになって出てくるノイズとして、まあ、デコードに失敗してしちゃいました。まあ、そんな感じです。 BMS フォーマットを用いたリズムゲームの作成ということで COJT ハートウェアの112番が発表させていただきます。まず BMS フォーマットとはという話なんですけど、コナミさんの音楽ゲームのビートマニアという、ゲームを模したシミュレーターにあたる BM98 というゲームがあるんですけど、それの譜面データ用のフォーマットとして開発されました。でこれは譜面データだけではなく楽譜データをそのままテキストデータとして表現することができる、まあ、そういう非常に汎用性が高いフォーマットです。 BMS における楽譜表現なんですけど、S1.wave を次のタイミングで再生したいといった場合、全音符は01と表示します。あとはこの図のように、N 分音符は 2N バイトの文字列で表現することができます。これが実際のフォーマットの例なんですけど、これをどのように見るかというと、このように分けてみます。これは1小節目の1例には01番の音声ファイルを全音符のタイミングで再生します。次に2小節目の01番例は四分音符をこのような順番で再生します。同様に他のレーンでも再生させることで、ここで音声の合成が行われて、BGM と SE が同時になるといったそういう形式です。で、まあ、この BMS ファイルの利点に関しては、この他にも3連符やあと不定 N 分音符なども対応できるほか、曲の途中で BPM 曲のスピードを変えることも可能で、まあ、非常に汎用性が高いフォーマットとして知られています。今回このファイルを作成するにあたって BMSE という GUI で作成できる、ツールを用いて作成しました。で、まあ、音楽ゲームを作る難しさなんですけど、ソフトウェアとして動作させる場合、ハードウェアとの間に OS が入るため、このリアルタイム性が求められるリズムゲームが不都合が多いです。具体的には、音楽と譜面がずれていく現象、またはそのキーの入力の反応が遅いといった場合、また他のプロセスが重い処理をしているとき、自分が処理落ちを食らって、譜面と音楽にズレが生じて、そのまま最後まで行ってしまうという、そのような難しさがあります。
で今回は FPGA を採用することで直接 OS を挟まずハードウェア上で動作させることでキーの入力の遅延を最低限に、画面の描画と音楽再生を FPGA 側で同期的に実行するため譜面と音楽にズレも生じさせず、並列処理を用いることで処理落ちしない描画回路を作成し 60fps を維持させました。でちょっとプレイしてみたいと思います。こんな感じでキーの入力に合わせて反応してくれます。このゲームは他にもオートモードを採用していてこのように、プレイしている状態を見ることができます。その他一時停止や、再生再開ボタンも、採用してあって音量の調節なども、できます。ゲームの趣旨といたしましてはこのキーを叩くことができたらHP が増えて叩くことができなかったらこのように HP が減っていきます。まあ、叩くことで再生できて最後まで生き残れるかというゲームになります。ちょっとブロック図について説明します。今回はこれが FPGA のチップになりまして、CPU はレジスタバスを経由してサウンド回路、描画回路、表示回路につながっています。でタクトスイッチは AXI の GPIO モジュールを用いて、CPU からレジスタバス経由でアクセスできるようにしました。これをどのように動作させるかというとまず初期化の時点で BMS ファイルを CPU からプログラム領域に読み出します。その後 CPU は初期化コマンドを回路に送り、回路を初期化します。この時点で、音声ファイルやテキスチャーといったものは、FPGA のメモリ側に書き込まれます。で次に動作時なんですがCPU はまず BMS ファイルに合わせた描画命令を行います。でその後キーの入力確認して追加の描画命令や SE の再生、サウンドエフェクトの再生を行います。でこれを実行すると、描画回路とサウンド回路が動作し音声や、テクスチャーを読み出します。その後描画回路は画面を描画し、描画された画面はその後表示回路が読み出しサウンドと同時に出力されます。で1フレームの終了と同時にレジスタバスから CPU に通知が行き CPU はこのまま1フレームの終了を待ちます。でこれはこのまま繰り返されて1フレームごとに同期を取る形になりますので、音楽と画面の表示にズレが生じません。で描画回路ではフレームバッファーを使用していまして、フレームバッファーがこのように片方のバッファーを、描画中にもう片方のバッファーを表示するといったものになります。今回は2枚のバッファーを用いてダブルバッファリングをしていますので、片方のバッファーを描画中にキーの入力をした描画中にキーの入力を受け付けるため、遅延は1フレームのみとなっています。これはリズムゲームでは非常に重要なポイントになります。でもう一つ描画回路の高速化についてなんですが、描画回路は、レジスタバス回路から描画コマンドを受け取ったら制御回路を経由して、コマンド解析回路に渡されます。コマンド解析回路からは解析結果を描画管理回路というものに渡しそこから読み出し書き込み回路にアドレスをピクセル合成回路には即時を渡します。読み出し回路は、渡されたアドレスをもとにメモリから読み出しを行いそれを FIFO 経由でピクセル合成回路に、データを転送します。ピクセル合成回路は非常に重い処理になるんですが今回は読み出しと書き込みを高クロックで動作させるためにパイプライン処理を採用してパイプラインを5段ほど設けています。その後、合成されたピクセルは FIFO を経由して書き込み回路に転送され、そのまま、メモリに書き込まれるという形になります。で今回の肝という点は、こちらの描画管理回路になりまして、ここで読みと書きのアドレスを別々に管理することで、読み書きを同時に行えるように、設計いたしました。でこれにより処理落ちしない描画回路を作成いたしました。でまとめといたしまして、今回は FPGA と BMS フォーマを用いてリズムゲームを作成しました。BMS フォーマットによる幅広い楽曲への対応とキー入力の遅延を最小限にできたこと画面描画と音楽再生を FPGA で同期的に実行することと並列処理を用いることで処理落ちしない描画回路を作成しました。以上になります。